どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、レッスン動画というよりはちょっと新しいですね、めちゃかっこいいリズムをちょっと皆さんにシェアしていきたいと思います。ガズレレではですね、いろんな今までリズムの提案というか、面白いリズム、かっこいいリズム、おしゃれなリズム、ちょっとこうね、メローなリズム、いろんなの紹介しております。どんなリズムあるだろうということだと思うんですけどね、概要欄にね、今まで取り上げたリズムの解説のね、URL 貼っておきます。ガズレレで取り上げてるリズムいろいろというページがあるんでね、ホームページの一枚、そこで見ていただきたいんですけど、今日はその中でもですね、ちょっと難易度は高いんですけど、なんとも言えぬかっこよさがある、新しいリズム、このビートです。はい、ドン、オーシャンビートと私が名付けました。このリズムを、皆さんにこれからシェアしていきたいと思います。今日の動画ちょっとね、難度は高いんですけど、ウクレレ本当に簡単でめっちゃ楽しんでね、ウクレレ私やってみたいわ、興味あるわという方、ぜひ始めてください。ガズレレで始めたらすぐできますからね。概要欄にウクレレの始め方の URL のっけとくんで見といてください。さあ、今日のね、このオーシャンビートなんですけど、一応ですね、どんなリズムか最初にやってみましょう。 C を押さえてオーシャンビート弾いてみます。 1,2,3,4。このリズムなんです。ダッツダッツダッダッツダッツダッ。かっこいいでしょ。で、今 C で弾いたんですけど、ちょっとマイナーのコードになるとですね、これいろいろ提案ができるというか、今までガズレレでもかつて取り上げてきた曲でもいっぱい出てくる曲があるんですよ。最近では、キング&プリンスの月読みという曲のリズムだったり、あと、エド・シーランのね、シェイプ・オブ・ユー、あの名曲もこの弾き方だとすごく合いますね。ちょっとマイナー進行で、エド・シーランのコード進行でやってみるとこうです。これちょっと難しいんですけど、ぜひじっくりこれから解説していくんで、マスターしていきましょう。このオーシャンビートなんですけど、これの元になってるのは、ガズレレで提案してるリズムの一つのアイランドビートっていうリズムがあって、これの発展系っていう風に覚えておくといいと思います。このアイランドビートっていうのはどうやってやるかっていうと、じゃあ C を押さえて弾いてみると、これも可愛いでしょ。これこのね、アイランドビートでもすごいかっこいいんですけど、これをさらにですね、こう、キレ良くした感じ。じゃあ、まずはですね、ちょっと順番を追って、アイランドビートからちょっとおさらいしましょうか。アイランドビートっていうのはこうでしたよね。ダンダンガ、チャッカタンガ、ダンダンガ、チャッカタンガ。はい。これ16ビートのリズムの仲間なんですけど、基本的にはね、一回それを忘れてもらって、8ビートからちょっと、まずは始めてみましょう。8ビートってどういうリズムだったか、いきますよ。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。ですよね。なんで8ビートをちょっと練習してください。で、今までやってきたその8ビートのチャというリズムだと、チャがどこに入るかというと、普通の8ビートのチャっていうのはダンチャタンタチャカタンチャタンタチャタでしたよね。ダンチャタンタチャタなんですけど、これはね、8ビートが2つ並んで、いわゆるワンブロックになるわけなんですよね。なんでじゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん1,2,3,4。だからこの C のワンブロックで今、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん、これで16回弾いてるんで16ビートってことになるんですけど、まあ、ここでね、チャの入れる位置が違うって覚えておくとすごいいいと思うんですよ。やってみましょう。せーの、じゃんじゃじゃちゃちゃちゃん、じゃんじゃじゃちゃちゃちゃんです。はい。わかりました。さっきはダンチャタンタチャタンチャタンタチャだったのに対して、今回はダンダダチャタタン、ダンダダチャタタン、1,2,3,4、ダンダダ2,3,4。はい。2と4の時にチャが入るってことですね。これわかります？弾いてる、手の動きは8ビートを2回繰り返してるだけですよ。じゃあ最初は普通のいわゆるガズレレでいうところの通常の8ビートのチャでやってみましょう。せーの、ダンチャッタン、チャッタタン、チャッタタン、チャッタタン。これをアイランドビートにしてチャの位置を変えます。3、はい。ダンダダ、チャッタタン。これだとですね、結構多くの方が、なるほど、できちゃうんじゃないかなというふうに思うんですね。弾いてるところは同じで、チャの位置が変わるだけです。そして、リズムの取り方は16ビートですから、体を大きく取るのがポイントです。通常の8ビートのチャの体のリズムの取り方だと、ダン、チャッタ、ダッチャ、1,2,3,4だったのに対して、今度16ビートで倍になってますから、その体の動きはこうなります。ダン、ダダ、タカタカ、ダン、
イランドビートですね。でしかもこのアイランドビートっていうのはやっぱりシャッフルのリズムで跳ねてるのもポイントだぞということをお伝えしております。ちなみにこのアイランドビートをめちゃめちゃ濃厚に解説してる動画っていうのもね、さっき一番冒頭で紹介したリズムいろいろのホームページのところにリンクかかってますんでね、今一度アイランドビートをもう一回ちょっとやってみたいという方はそこでもっと深く掘り下げてるんで、やってみてください。ソロリズムが一応基本になってますからね。で今日出てくるその、オーシャンビートっていうのはここにですね、なんとカッティングを入れてしまう、そういうことでございます。ちょっといいですか、落ち着いてくださいよ。これゆっくりやると結構できると思いますかね。じゃあまずじゃあアイランドビートをやっている途中でオーシャンビートに変えてみましょう。 C を押さえていきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ダンダンダダッカダンダ、これがアイランドビートですね。じゃあ次変えますよ。せーの、サン、はい、いかがだったでしょうか。これがですね、簡単そうに見えてちょっと難しいんですよね。ちょっとこう図に表すとこうなっています。丸は引く、バツはカッティング、星はチャですね。でこれなんか見ますけど、跳ねてるリズムの方がちょっとかっこいい感じですからね。ちょっと C を押さえてめちゃゆっくりやります。せーのー。でしょうか。これカッティングね、左手ちょっと見ておいてください。手の動き、でつつてつつてつてつつてつつてつ、この2の時カッティングですからね。でつつてつてつてつつてつ、手の動きが分かりやすいんですよ。これもう一回見てて、 C でいきますよ。せーのー、こんな感じです。これですね、今ぐらいのテンポでなんかカッティングを織り交ぜながら、やっていただくとできるようになるというふうに思います。ちょっと跳ねるのがポイントですからね。でこのリズムをちょっと今の何回も見てもらって練習していただいて、もうちょっとでも繰り返しておこうか。じゃあちょっとコード進行でいこうかな。この C A マイナー F G 7でやってみましょう。これ踊るボンボコレの最初のねコード進行なんですけど、こういうので練習するといいかもしれません。ワン、ツー、サン、はい、1,2,3,4。難しいよ。つたたたつたつたたたた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 つたたたたたつ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 感じるかもしれない。 C のまんまでもいいですよ。ひとまずはこれカッティングなんでね、これカッティングちょっとまずねマスターしてないとちょっとこれ難しいリズムなんですけど、当然ながらカッティングのやり方もね、さっきのリズムいろいろってこの概要欄に貼ってるところでカッティングも濃厚解説やってるんで、まあいろいろこれ順番があるんですよね。なんで今日のリズムをマスターするにはまず8ビートができないといけない。8ビートができたら次8ビートのチャができないといけなくって、あとシャッフルのリズム、跳ねたリズムをマスターしないといけない。そしてやっぱりカッティング、これがやっぱりキーポイントになるかなって感じですけど、トータルで見るとやっぱそれで16ビートのノリですからね、全体は。で、16ビートのチャもできなきゃいけないって、まあ今まで、ガズレレで練習してきたリズムの、まあ総集編みたいなところありますからね。はい。これをですね、ちょっとものにしていただくとですね、その表現力が広がると。僕が思うにはね、2つのなんかイメージがあって、さっきみたいにエド・シーランだとか、これ先日取り上げた、キング&プリンスの月読みみたいな曲だとちょっと早めにやるとすごくね、こういい感じになります。それじゃあね、ちょっとキング&プリンスさんの月読みでちょっとそのムードを出して、このアイランドビートでやってみようと思います。ちょっとクールでかっこいいイメージに変わると思います。ワン、ツー、デンデケデンデンデン、デンデデンデンデン、デンデデンデン。なんか全然感じ違うでしょ。これ早くするとこれまたちょっとノリが変わります。これだとさっきやったエド・シーランのシェイプ・オブ・ユーみたいな、イメージがちょっとね、出ますよね。ちなみにさっきのエド・シーランのシェイプ・オブ・ユーも、やってみると1,2,3,4 テン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 
全然さっきのなんかゆっくりやった練習の時と感じ違いますよね。これもアイランドビート。基本的に同じです。ダツツダチカタン、ダツツカチカタン。かっこいいでしょ。はい。で、こういう一面もありつつですね、これを、このリズムをね、ちょっと発見したのは、実はね、ディズニー映画のアンダーザシーって曲があるんですけど、そこでこれが出てきたんですよね。で、この、レゲエっぽい感じもすごく出せるんですよ。せーの、さん。素晴らしい、素晴らしい。ね、急になんかレゲエっぽい南国っぽくなるでしょ。ということは、例えばボブマーレのワンラブとかも、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンラブ、ワンハート、レッツゲットトゥギャザー、ビーオン、かっこいいでしょ。これもこういう感じ、ちょっとレゲエっぽくもなります。まあでも本来ね、ガズレレでも紹介してるレゲエビートっていうのはノリは違うんですけど、なんかちょっと南国っぽいイメージも出せるよというような、イメージですね。この流れでちょっとレゲエっぽい感じの代表曲で言うと、僕の大好きなジェイソン・ムラーズの I'm Yours という曲もですね、これはオーシャンビートでやるとまたちょっとね、雰囲気いいですよ。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー。感じでできると思います。なんでこれ2つのこの表現ができるっていうか、すごくかっこよくないですか。ただし何回も言っているし、皆さんもちょっとやってみていただくとね、もうひっくり返るぐらいね、きっと難しいです。一緒で歌を歌うっていうのは、ね、なかなか最初難しいと思うんですけど、まずはゆっくりこの C で、晴れてリズム、やってみてください。この僕のこの左手のこのね、カッティングしてる指見てるとね、なんかここのねタイミングがすごいですよ。ちょっとさっきのちょっとキング&プリンスのコード進行でやってみると、これカッティングの鬼なんですよ。これつまりこれカッティングの練習がめちゃくちゃ必要だと思うんですけど、はい、これはねぜひ皆さんちょっとすぐにはできないリズムだと思うんですけど、一個ねこれからなんかこういうタイプの曲が出てきた時に、この曲はアイランドビートというリズムです、以前解説した動画ここにありますという感じでこの動画を見ていただくというものになると思います。なんでいつも出てくるようなリズムではないと思うんですけど、あとでもこのリズムマスターしちゃうと、今までね自分が普通に弾いていた曲をこの弾き方で弾くとね面白いですよ。さっき今やったオドロポンポコリンでやってみましょうか。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。何でもかんでもみんな踊りを踊っているよ。いいですね。お鍋の中からぼわっとピンチピおじさんとおちょ。こんな感じです。曲をこういう風に歌で練習していく、弾きながらアイランドビートでやる、これもすごくいい練習になると思いますけど、ここまででもねかなり難しいとは思うんですけど、楽しいですよ。ぜひこれやってみてください。あ、そしてですね、今日取り上げたサンプルで取り上げた曲のコード進行ですね、ちょっと一応書いといたんで、一応ノートシェアしましょうか。はい、アイランドビート、ガズレレリズムでございます。はい、ここに注意事項を書いてあります。基本的には16ビートのちょっとカッティングのフレーズなんですけど、アイランドビートが基本の元になっているよということでございます。はい、で跳ねたリズムのシャッフルでやるのが結構ポイントになりますよということで、これ基本の形のタッツツッタチャッツタッツタッツツッタチャッツタッツ書いてあります。こんな風ですからね。はい、さっきもこれテロップ出してましたけどね。で、これアンダーザシーはこれこのコード進行でしたね。 F、C、G7、C、F、G7、C、C7、 はい、スーパーらしい、素晴らしい、アンダーザシーって感じですね。でこれがエド・シーランの基本的シェイプ・オブ・ユーの基本的なコードループですね。
Am-DmFg7 で、タッチタッタッタッチタッチタッタッチタッチタッタッタッ。はい。こちらの King&Prince の月読みのコード進行も、このタッチタッ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 。簡単なコードなんですけどね。あのリズムでやると輝くよということです。で、ワンラブも基本的にはこう、ワンラブワーッ Let's get together and be all right. これもね、全部ガズレレ YouTube で取り上げてる曲なんでね、I'm yours もトゥルトゥ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 感じで、まあこういう簡単なコードでもいいんでね、このアイランドビート練習する、この参考になればいいかなというふうに思います。一応このね、今映ってるこのノートもですね、ガズクラブでね、ダウンロードできるようにしておくんで、ぜひガズクラブ入ってる方はダウンロードしてください。あ、ちなみにガズクラブっていうのは、毎月660円でガズが書いてる手書きがね、どんどん毎月5曲、お手元にダウンロードできる画期的なサービスなんです。まあぜひ皆さんこれもご活用いただいてですね、いろんな曲に挑戦していただき、いろんなリズムでやっていただく、これがいいと思います。いろんなリズムありますよね。ガズレレでもいっぱい取り上げてるな。はい、今回は、そういうね、新しいちょのいい感じのリズム、アイランドビートのご紹介の動画になりましたと。はい、さっきも言ったんですけど、ガズレレで取り上げているいろんなリズム、まだ皆さん知らないリズムあるかもしれないんで、ね、その概要欄に貼ってるね、ウクレレのリズムいろいろっていうところ、今一度見てもらってですね、他のリズムもぜひ研究してみてください。そうすると自分の音楽の幅も広がりますからね。自分がこの曲はこの弾き方だって決めつけていたものを、どんどん違う弾き方でやってみると、また違う世界も見られるということでですね、いやー、これはなかなか楽しいというふうに思いますんで、ぜひ、リズムこそ弾き語りで結構大事になるところですからね、楽しみながら よろしくお願いしますということでございます。はい、そしてお知らせです。今も使ってたこのね、 G ラブのブラックビューティーウクレレを含む、ガズレレ ×G ラブのウクレレたち、ただいま大好評で販売予約受付中です。年内最後の募集期間になっています。そして今回はですね、いろんなね、面白いコンテンツも盛りだくさんの販売期間になっておりますんで、ぜひ皆さん、ガズレレ公式ホームページチェックしてみてください。概要欄に貼っとくんでね。はい、よろしくお願いします。そしてこの本、皆さん知ってますか？ガズレレではね、ガズピアノというね、ピアノの弾き語り YouTube チャンネルもやってます。こっちもめちゃくちゃ面白いことになって盛り上がっています。はい、これもね、Amazon で今販売中で、楽器屋さんとかね、本屋さんにも並んでいると思いますのでね、これぜひご興味を持ってください。ウクレレやってる方だったらすぐ弾けますよ。楽しいことになってます。そしてガズレレでは、アプリを、で、リリースしています。ガズレシピというアプリでございまして、皆さんのスマホやタブレットにぜひ入れてください。そこでは楽譜が、購入できたり、楽譜閲覧できたりとか、すごい便利なね、アプリになってます。もう曲の方もすごい追加されてて、楽譜も簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方記載があるので、これかなり役立つと思います、ということなんですけど、実はこのね、ガズレシピのアプリの中の、楽譜が本にもなっております。これがそうなんですけど、Amazon で、ね、大好評販売中なんで、ぜひ皆さんこれ、チェックしてみてください。はい、そしてガズレレではね、こういうウクレレについてるこの水引きだとかキャップだとか T シャツとか、このウクレレストラップとか、いろんな楽しいグッズも山盛りです。このグッズコーナーのトップページ、ホームページのトップページにも載ってますんでね、ぜひいろいろご覧になってください。あっちからこっちから音楽を楽しみましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレでした。またね。バイバイ。